おはよう。目が覚めた？何？今度は投げてもバラバラにならない目覚まし時計を作るのね。それ、投げるものじゃなかったんですか？ルリさん、おはよう。おはようございます。ルリさん、こいつ目覚まし時計投げてたでしょ。はい、ピピピーって鳴ってるからなんだろうと思ってたら、ヒロシ様がガシーって掴んでボカーンと。だから私てっきりそういうためのものだと。ご迷惑でしたか？ちょっと待って、それはないんじゃないの？ルリさんだって悪気があったわけじゃないんだし。昨日ルリさんが騒動を起こしたでしょ？ヒロシのことだから絶対部屋から出るなとか言うと思って、そしたら案の定。何かあったら私も一緒に泥をかぶってあげるからさ。う、だいたいこんな部屋の中にじっとしてたんじゃカビが生えちゃうわよ。え、カビが生えるんですか？ルリさんをちゃんと社会復帰させるのがあなたの役割なんですからね。言うなれば義務。え、それはその、そんなことどうでもいいでしょ。とにかくルリさんは今まで通り好きにしていいの。いいわね、ヒロシ。
見ましたね。死んでもらいます。死にたくなければ私に占いをさせてください。奇特な人ですね。ん、じゃあ何を占ってほしいですか。かしこまりました。静かに集中できません。出ました。252円です。あなたの現在の持ち金は252円です。すごいでしょう。ではまた、星の恵みのままに。
何なんですか？あ、おでこにコブができてる。ほらほら、ひろし様、コブ。どうかなさいましたか？くんくん、ヒロシ様、なんだかいい匂いがしませんか？クンクン、こっちの方から。お客様、困ります。先にお代は払ってもらわないと。私、何かおかしなことしましたか？お金を先に頂戴してからでないと困るんです。お金？お金、よくわからないです。お金、持ってないんですか？はあ、さっぱり。そんな、無銭飲食ですよ。あ、ひろし様、匂いの元が判明しました。これです。しかもとっても美味しいです。匂い？ひろし様もいかがですか？お世話になっているお礼に一つ分けて差し上げます。特別ですよ。どうなさいました、ひろし様？なんだかお疲れのようですが。そんなに強く匂うかしら。
あなたはこちらの方のお知り合いですか？申し訳ありませんが、まだお金を払っていただいてないものですから。でしょうか。あ、店長。何がいけないんでしょう。私が何か悪いことをしたのでしたら謝りますから、ヒロシ様を困らせないで。
あの、ヒロシ様？私、何が悪かったんでしょう。もちろんです。ガーン。Thank you.